本日は皆様と共に昨年5月に放送いたしました小柳ルミ子さんと和久井社長とのエピソードを今一緒にお聞きしています。後半も引き続きお聞きください。小柳ルミ子さん、私の城下町をお聞きいただきました。爽やかですね、社長。そうですね、やっぱりいい歌ですね、はい、いいですね、うん、爽やかな風が流れるこの季節にぴったりな一曲です。実は和久井社長、あの川越の大さんという方から社長宛てにお手紙が来ました。はい、あのお読みして、はい、ちょっと質問などもありますのでお答えいただければと思います。川越の大さんから、毎週欠かさず聞いています。和久井社長の興味深い話、尊敬できる素晴らしい方だなと思っています。私の教科書ではないかと思っています。人生のモットーを教えてください。恐縮です。あの、ね、そんなモットーってはあんまりないんですけど、やっぱり、はい、なんか一日一日大事にしてきたなっていう感じがしますね。あのこんな長く業界にいると思ってなかったんで、あの当然僕ら入山さんも知ってのように、はい、タレントっていう人間が扱っていますから、はい、あとはヒット曲っていう、ヒット曲を作るっていう形がね、これが計画通りいくわけじゃないんで、やっぱり一生懸命一日一日やってるとどっかで神様が降りてくるかなっていう感じがします。ですね、はい、本当にたくさんの、ね、ヒット曲をお出しになって、でも私もいつも感じてます、あの同じように尊敬できる素晴らしい、そして私も見習いたいと思いながらいつも勉強させていただいております。いやー、よかったです、ありがとうございます。あ、本当にあの皆様と共に今和久井社長の言葉を聞きながら、そうだな、本当にそういう社長でいらっしゃったなと思いながら、小柳ルミ子さんとの思い出を聞かせていただきました。ありがとうございました。3月の23日和久井社長とのお別れのニュースが流れて、小柳ルミ子さんがメッセージを出されていました。このメッセージに私の気持ちもぴったりだったものですから、今日ちょっとここでお読みしたいと思います。私の初代マネージャー和久井保社長、今の私があるのは和久井さんのおかげです。私を心から愛し、私のために命がけで寝る間も惜しんで働いてくれ、私を誰よりもかっこいいと褒めてくれ、私のためなら会社とも社長とも外部とも戦い、いつも私を守ってくれました。和久井さん、ありがとう。小柳ルミ子を育ててくれてありがとう。素晴らしいマネージャーに育ててもらって感謝してるよ、というメッセージがありました。本当にあのそのまま、私も僭越ですがそのような気持ちでいっぱいです。そして私だけでなく、私の周囲の皆様、ご縁があった皆様に真摯にお付き合いをなさり、言葉を選んで、そしていつも元気に笑顔で接していらっしゃったそのお姿を今でも忘れることができません。そんな中、3月に和久井社長から小林幸子さんを改めて楽屋にご挨拶に伺わせていただき、その時和久井社長のご縁で、なんと小林幸子さんから、今入山さんが歌ってる歌、蝶の歌だよね、この着物よかったら着てっておっしゃってくださって、素敵な黄色い着物、蝶の柄が入った、本当にあのびっくりしたんですけれども、社長をパッと振り返るとニコッと笑いになって、さっちゃんいいの、なんて一緒に聞いてくださったのを覚えています。小林幸子さんの出版の社長を引き受けられているというその経緯から、私もコンサートに一緒に連れて行っていただいて勉強させていただきました。お人柄と、そして歌と、ステージのパフォーマンスと、本物のエンターテイナーというのはこういう方だ、そういう勉強をさせていただきました。ヒット曲が出るまでのいきさつを見て、私は涙が止まりませんでした。その気持ちを忘れずに、
一日一日やるべきことをしっかりとやるだけで、きっといつか、そう言われた和久井社長の言葉を信じて、私も先輩に一歩でも近づけるように頑張ってみたいと思います。前半は皆様と共に和久井社長の声でザ・ピーナッツさんとのエピソード、そして恋の風が聞かせていただきました。本当にまだ未だに社長の声がするとふとその辺にいらっしゃる、そんな気持ちになります。そしてですね、皆様から和久井社長を偲んでということでリクエスト、そしてメッセージを長い文章でいただいています。今日は丁寧にそちらを読ませていただきたいなと思います。和歌山県の富ちゃんからです。先日テレビを見ました。小林幸子さんのクジャクを聞きながら、そして入山明子ちゃんをずっと見ていました。幸子さんのステージのオーラが素晴らしく、さすが小林幸子さん、とても素敵でした。ドレスと歌が一つになって、いつの間にか幸子さんの歌の中に一緒に入っていきました。そして私はずっと出演の明子ちゃんを最初からずっと見ていました。そんな小林幸子さんからのプレゼントの蝶の着物を着て、月に笑う蝶、最初は硬かったように思いましたが、だんだん明子ちゃんに綺麗で、蝶の姿、蝶が舞うような姿入り込めました。よかったです。次のテレビ出演も楽しみです、ということでありがたいメッセージいただきました。嬉しいですね。さあ、そして和久井社長さんを偲んでリクエストさせてください。入山さん、リスナーの皆様こんにちは。私は和久井社長さんが旅立たれた今もその笑顔が忘れられません。思い返せば初めてお会いしたのが握手の季節発売の頃でした。そして先日お会いした時のことが昨日のことのように思い出されます。厳しさの中にも温かく思いやりにあふれた和久井社長のお姿、忘れることはありません。またお会いする時にはいろいろなお話を伺えるのが楽しみでもありました。そして何より信頼を置いてくださったこと、心より感謝です。私たちはこれからも誠心誠意入山明子さんを応援してまいりますね、というような、もうとても嬉しい言葉をいただきました。鋼船団代表森沢さん、本当にありがとうございます。いつも社長がどこかで見ていてくださる、そんな思いをしながら、今日はですね、リクエスト曲で入山明子の秋はあなたと共にを頂戴いたしました。この曲はエピソードがありまして、和久井社長より作詞をしてみないか、書けるだろうということで、初めて入山明子が素直な気持ちで皆様に一番お届けしたい、そんな思いをどこにいても一緒ですよ、ということを書かせていただきました。くしくも今和久井社長は遠くに行かれましたが、入山にとって、そして皆様にとってもずっと一緒ですよ、そんな思いで聞いていただければと思います。それでは鋼船団代表森沢さんからのリクエスト、入山明子で秋はあなたと共に。